はい、どうもあきらです。皆さん、フライトシェイミング、フライトシェイムっていう言葉をご存知でしょうか。日本語に訳すと飛び恥と最近言われているような言葉になります。で、これは何かというと、近年といいますか、これを撮ってる今は2019年の8月末になりますが、フライトシェイムという言葉がヨーロッパでムーブメントというか、まあニュース、いろんなところのニュースで話題となっているキーワードの一つとなっております。ざっくり説明すると、飛行機に乗ると二酸化炭素を排出しますよね。でっかいエンジンがあって、エネルギーを爆発させて飛んでるわけなので、二酸化炭素を大量に出しますよと。そんな中で、飛行機を使わず電車で旅行した方がいいんじゃないかみたいな話です。めちゃくちゃざっくり話すと。で、つい最近、スウェーデンの16歳の女の子が、地球温暖化サミットがニューヨークで開催されたんですが、それにイギリスから15日間かなかけてヨットで移動してニューヨークに到着しましたと。で、これのニュースを機に、さらにこう飛び恥みたいな言葉がちょっとわーっとなってるような感じです。で、これについてなかなかコメントしづらいんだけど、やっぱり声のでかい人というか、そういう風潮だけになってしまうのはちょっとやだなと思って、あえて普段はあまり撮らないニュースネタをあえて喋ってみています。で、確かに、まあ地球温暖化問題といえど諸説あったり、いろんな研究結果があったり、はたまた二酸化炭素って別に飛行機乗った時に出すだけではないし、その飛行機がどれくらいのインパクトを与えているのかとか、じゃあ電車で移動したら、車で移動したら20分の1、10分の1とかに抑えられるけれども、果たしてそのインパクトは地球に対してどうなのかっていうところまでいくと、まあ割とまだ諸説あるような状態だとは思います。確かに環境には悪いんだろうけれども、ヨーロッパとして見たらまだいいですよ。例えばイギリスからフランスに行きます、電車乗ろうが飛行機乗ろうがそんなに移動時間変わんないですよね。他の場所、例えば今自分がいるベルリンからパリに行くとか、ベルリンからアムスに行くって言っても、まあ、陸路で移動しても別に苦じゃないレベルなんですよ。であれば飛行機は良くないよねって言って、電車や、まあ、車やバスで移動することも、まあ、可能だと思います。現実的にも時間的にも。でも自分たちはっていう言い方があるかもしれないけど、っていうか自分は、まあ、日本出身なわけで、島国じゃないですか、日本は島国です。もちろん韓国にはフェリーで行けますよとか、台湾の一部は沖縄から船が出てますよとか、そういう例外はあるにしろ、基本日本から海外に行くってなったら飛行機に乗らざるを得ないわけじゃん。まだ例えばアジア周辺国であれば船で行けばっていうのはあるかもしれないけど、じゃあ日本からアメリカ行きます、船で行きます、日本からヨーロッパ行きます、南米行きます、船で行きます、ヨットで行きますとかって、まあ現実的じゃないよね。まあ現実的じゃない。で、単純に飛行機に乗るのは悪いことですって言って自分たちの移動手段をシャットダウンしてしまったり、バッシングしてしまったりすると、なんかちょっと違うんじゃないかなっていうのを正直感じています。もちろん自分がヨーロッパに生まれ育ったとかであればまた話は違うんだろうけど、日本島国だしっていう、まあそれだけではなく、自分として旅行はすごい好きだし、極論飛行機全部ダメです、全部船で行きましょう、車で行きましょう、電車で行きましょうってなったら、現実的に旅行とか旅ができなくなっちゃうよね。仕事とかも含めて日本にいる人たちが、だってアメリカ旅行行きます、ハワイ行きます、じゃあ船で行きましょうっつってさ、3週間かかりますとかってなったらさ、もう仕事の合間に行く海外旅行とかもう無理になっちゃうじゃん。自分の過去の動画見てくださってる方は分かると思いますが、旅行がすごい好きでいろんなところに行くっていうのは自分の生活の一部でもあるし、自分の行ってしまえば自分の人生かもしれませんってなった時に、飛行機なしの生活とかはもう今段階で言うと正直考えられません。なのであえて、動画として撮っています。で、それに極論移動して二酸化炭素出す、まあエコカーとか電気自動車だから大丈夫とか、まあいろんな方法あるかもしれないけど、そこまであれだったら
リモートでよくないっていう。今やさ、スカイプがあったり、ズームっていうツールがあったり、YouTube ライブがあったり、もう何でも家にいて、相手の方が地球の反対側にいようがどこにいようが、誰とでも喋れたり、会話を交わしたり、時間をシェアすることができるわけじゃないですか。そこまで、厳しく言うのであれば、もう全リモートで全人類もう家にステイして、本当に徒歩とかチャリとか、人力部分でしか移動できないことのところまで、まあ馬に乗るとかわかんないけど、ところまで行っちゃうんじゃないかなっていうレベルです。まあそこまで言うと話はだいぶ逸れてしまうので、深掘りはしていかないですが、ちょっと、正直どうなのかなっていうのは最近のこのムーブメント的なのを見て思ってます。単純に飛行機乗って移動するのが叩かれるとかバッシングとかその対象になるってなったらもうファーストクラスとかビジネスクラスとかやばいよね。だって一人で3人分ぐらいのさスペースを取ってるわけじゃんとか、さらに言ってしまえばプライベートジェットで移動してるお金持ちの方々だったり芸能人の方々だったりすごいトップなアーティストの方々だったり、もう全部バッシングの対象になっちゃうよね。じゃあその人たちが全部車で移動するのかって言ったら、まあ無理だよね。なくならないだろうなと個人的には思ってます。でももし自分が仮に鉄道会社で働いてるとかバス会社で働いてるとか車の電気自動車を作ってますとかだったら、このマーケティング手法には乗っかるだろうね。というのもこういう何かをバッシングしてこっちがいいですよ、何かをバッシングしてこっちがいいですよっていうのはもう古くから使われているマーケティングの手法です。こうやることは悪いことです、だから私たちのこれをやりましょう、これを買いましょう、こうした風潮でこうした流れでいきましょうっていうのはもうあるあるというかもうザ鉄板の方です。今回のフライトシェーミングとかじゃないにしても声を大きくして発言したかったり情報をバーって言ってくるっていうのは何かを推し進めたかったり何かをやりたいことがあってそれを言うわけであって、まあ、もちろん本当に感情的な部分だったり環境に優しいとか地球に対してとかっていうそういう気持ちでやってるものもあるかもしれないけれども、これに限らず基本はその裏側にある別のメッセージもある場合が多いので、なんか真に受け止めすぎずというか、そういうメッセージがあった時になんでそのメッセージを発信するのかなっていうところまで考えてニュースを見たりインフルエンサーの声を聞いた方がいいのかなと思いました。で、今回の動画では地球の中がいいとか悪いとか飛行機がダメだ良いとかというよりは単純に旅行が好きなので日本を拠点にしてる以上、まあ日本にルーツがある以上飛行機なしにはちょっと厳しいんじゃないかなと思って、今回動画を撮ってみました。さらに言えば日本の記事でヨーロッパでブームとかヨーロッパでトレンドわーとかってなってるかもしれないけど、本当に日常生活レベルでは別に普通にみんな飛行機買ってバケーションには行くだろうし、飛行機買って国に帰ったり自分の地方に帰ったりするっていうのも全然あるので、まだまだそんな超やばいっていうレベルではないですが、一部でそういった飛行機に乗るのは恥っていうことを発信してる人たちもいますっていうのを、あくまでも記録として今回撮ってみました。正直動画にするかどうか迷ったというか、まああれだよねって思いながら撮っていますが、たまにはこういったね動画もいいんじゃないかなと思って上げてみました。もしね皆さんこの飛び恥っていうワードについて何か考えやコメントあればぜひ下のコメント欄で教えてください。ただねコメント欄が荒れていく方向性だったりちょっと悪い言葉遣いとかは良くないと思ってるので、あくまでも感想的な部分を聞けたら幸いです。こんな感じかな。ではまた、ボンベヤシュ、バイバイ。